イアン・マヒーン・ミは、フランスの元プロバスケットボール選手。オートイコール・ノルマン・ディ地域セー・チー・セイヌマリ・ティーム、ケン・ルーアン出身。ポジションはセンター、またはパワーフォワード。ベナン人の父親とジャマイカ人の母の間に生まれた。兄たちと共に、サッカーに熱中する。その後バスケットボールに転校し、14歳の時に、身長が183センチメートルまで伸びた。 またバレーボールも行っている。2003年、16歳で国内リーグにてプロデビュー。2004年、スペインのサラゴサで開催された U-18 バスケットボール欧州選手権に U-18 フランス代表として出場、スカウトの注目を浴びた。3シーズン、STB ルアーブルに所属し、2005から06シーズンには平均9.7得点。 5.2リバウンドを上げた。2006から07シーズンにはリーグナショナルバスケットボールの EB4 ーーオルテッツに移籍した。2005年の NBA ドラフト1巡目全体28位でサンアントニオスパーズに指名された。ドラフト公式ガイドに乗った128人に含まれていない彼の指名は他のチームに驚きを与えた。彼は引退したビッグマン。 デビット・ロビンソンの後継者として期待された。2006年、サマーリーグで運動能力の高さを見せたが、リバウンドやポストプレイでは優れたものを見せられずポー・オルテ2に入団した。翌2007年8月23日、スパーズと契約11月から NBA デベロップメントリーグのオースティントロスで11月まで所属した。同年10月30日の ポートランドトレイルブレイザーズ戦で NBA デビューを果たしたが、わずか74秒の出場で無得点に終わった。2010年7月13日、ダラスマーベリックスに加入した。同年12月7日のゴールデンステートウォリアーズ戦で12得点、10リバウンドを上げて、初のダブルダブルをマークした。2011年1月15日のメンフィスグリズリーズ戦では、 自己ベストの17得点を挙げた。チームはこのシーズン ANBA ファイナルに進出し、4勝2敗でマイアミヒートを破り優勝した。2012年7月12日、インディアナペーサーズに移籍した。2015から16シーズン、毎シーズンまでの不動のセンターだったロイ・ヒバートが移籍したことにより自身初めて先発に定着した。71試合に、 平均25.6分の出場で9.3得点7.1リバウンド1.5アシスト0.9スティール1.1ブロックなどを記録した。プレーオフでも全7試合で先発出場し8.1得点5.1リバウンド1.1アシスト0.7スティール0.9ブロックなどを記録したが1回戦でトロントラプターズに敗れた。2016年7月2日、 ワシントン・ウィザーズと4年契約を結んだ2021年7月6日に現役引退を表明した。ありがとうございます。